天皇皇后両陛下のイギリス訪問もいよいよ終盤。旅の間さまざまな場所で見られたのが天皇陛下の雅子さまへのお気遣いだった。天皇皇后両陛下の公式訪問で歓迎ムード一式となっているイギリス。約15時間のフライトを経て到着したお二人の思い出のちだが、皇后、雅子さまは現在もご病気の療養中だ。大きな行事の後にはお疲れが残りやすいという中、 訪問中、陛下が雅子さまを気遣われる場面が何度もあった。宮内庁が公式 SNS で公開した映像では、両陛下が司祭と会話をする様子や、イギリス王室のコレクションをご覧になられるお二人の様子などが投稿され、雅子さまも笑顔を見せられている。訪問中、初めてお二人で公式行事に臨まれた4日目。4日目に初めてお二人で公式行事に。 ロンドン市内のウェストミンスター寺院で第一次世界大戦で亡くなったイギリス兵士の墓に花を手向けられたときのこと。司祭と3人で歩かれた際に陛下は気遣うように雅子さまの様子を確認しながら会話をされていた。車に乗り込まれる際にも雅子さまを支えるように腰に軽く手を添えられた。その夜にはチャールズ国王夫妻が主催する晩餐会にお二人でご出席。 晩餐会を終え、ホテルに戻られたお二人に沿道から、陛下、雅子さま、お疲れさまです、と声をかけられると、笑顔で手を振られていた。そのご様子からはお疲れを感じられなかったが、車を先に降りられた陛下が、雅子さまを気遣うようにも取れるご様子あった。五日目の公式行事は天皇陛下を一人で、一夜明け、イギリス訪問五日目の公式行事は陛下を一人だった。 お一人での行事参加となった理由について同行する FNN 宮内庁キャップの宮崎千歳解説委員は公式日程の最終日にチャールズ国王夫妻にお別れの挨拶をされる大事な行事がある。再度体調を整えられるということと説明する。雅子さまの負担を考慮し重要な公式行事の前後は陛下を一人で出席する日程が組まれていたのだ。 国賓として最後の行事となるチャールズ国王夫妻への挨拶を翌日に控え、雅子さまは5日目はホテルで過ごし、体調を整えられていた。その間、陛下はがんや感染症などを研究するフランシス・クリック研究所を視察。日本人の研究者から説明を受けられた際、モニターが動かなくなるハプニングが起き、機械も陛下の前では緊張しているようですね。 という所長のジョークに陛下は笑顔を見せられた。続けて陛下はチャールズ国王が総長を務める王立音楽大学で日本人留学生らの演奏を鑑賞された。日本時間27日午前3時過ぎにはロンドンの金融街が主催する晩餐会に出席。スピーチでは留学間もない頃、慣れないイギリスのお金にまつわるエピソードを英語で披露された。紙幣を使いすぎて 重たい効果ばかりが手元にありましたあるとき、財布からすべて落ちてしまったことがあります。私は大いに慌てましたが、周りにいた人たちが手分けして拾ってくださり、会場笑い、イギリスの人たちの優しさに触れ、すがすがしい気分になり、コレッジ、寮、に帰りました。陛下はユーモアを交えたスピーチで会場の笑いを誘った。